もー YF チャーハン。はい、今回はですね YF チャーハン作っていきたいと思います。絶品 YF チャーハン、絶品 YF チャーハンでございますよ。いやー、男飯ね、久しぶりですね。男飯久しぶりですね。まあ、あの、自炊してますよ。自炊してますよ。まあ、あの、動画を回すのは久しぶりということですね。鍋を回すのも。まあ、今日ね、あ、そうだ、今日はあれですわ。あの、貝割れチャーハンじゃねえわ。豆苗チャーハン作ったんですよ。まあ、写真はインスタにアップしましたけど。写真はインスタにアップ済みだけど。もうなんか最近ほんとニンニクの摂取量がやばいっすね。ニンニクしか食ってないんじゃないかなみたいな。まあニンニク健康にいいですからね。まあやっぱね、誰とも合わないっていうのがやっぱり最強ですね。まあ、感染リスクもほぼないし、このねアイラのニラがねマジでねうまいんですよ。このなんかね、このなんか、くせえな、青臭いっすね。なんでこれ食おうと思ったんですかね。これどうやって、やっぱ何でも最初にやった人すごいっすよね。こんな臭いの誰が食おうと思ったんだろう。やっぱ最初にやった人ってのはすごいっすよ。やっぱ何事も。ご飯はね、なんかご飯はもはや おまけみたいな感じですね。野菜炒めのご飯をか、ご飯はもうおまけみたいな。 YF が主役ですよ。このもやしチャーハン、 YF チャーハンはもうね YF が主役ですよ。まあ、ポイントとしてはまず肉の脂を出す。あ、味塩じゃない方が良かったな。塩
で、ご飯を肉の味でさらす。この肉の油をご飯が吸ってあげるってことですね。マヨネーズいらんな。マヨネーズいらん。肉の油があるから。今回七味でいこうかな。七味でいこう。本だしちょっと。七味でいこう。博多の塩。はい、博多の塩いきます。ワイフには味付けしないですね。これワイフチャーハンのポイントとしては、ワイフには味付けしない。ワイフには味付けをしない。ピキシュピキシュ。絶対ワイフさん噂してんな。絶対噂してるわ。あ、ちょっと、もう逃げてない。いや、うまそう。ちょっと火力弱くね。はい、ワイフ導入。あ、ちょっと最初に七味入れないか。はい、七味。よし、YF いきます。 YF。 よし、 YF 導入。もうちょっと YF 入れましょうか。もうちょっと YF 入れとこう。よし、この順、よし、 OK。 これでもうできた。火力が弱い。 OK。
いい塩梅、これはいい塩梅だな。できましたよ、YF チャーハン。 YMCA YMCA。 いや、これうまいでしょ。出た、この透明な感じ。 YF チャーハンできちゃいましたよ。ちょ、 YF チャーハンアップにしておきましょう。これ、これね、間違いなくうまいですからね。見てください、YF。 いや、これはうまいでしょう、間違いない。間違いない。いただきまーす。まあ、ちょっとキムチスープ、うまっ。じゃあ YF チャーハンいただきます。うまっ。うん、こん、その YF に何も味をかけないっていうね。あの、ご飯が濃い、肉が濃い、だけど YF の、 YF にす、含んだ水がそれをオブラートに包んでくれる。うまっ。やっぱもやしに味をつけないのがポイントですね。いや、これマジうまいっすよ。もやしがね、めちゃくちゃ引き立ちますね。まあ、もやしに味がないですからね。いや、このもやしチャーハンマジおすすめですね。あと豚肉とニンニクも、まあ、いや、豚肉ニンニクと豚肉ごま油で炒めて、まあ、いつもマヨネーズ使ってるんですけど、ごま油とニンニクと豚肉で炒めて豚汁出して
豚汁出して、その豚汁にご飯を染み込ませて炒めて、で卵を入れる、でニラを入れる、まあまあ今日本だしと塩コショウと、本だしと塩コショウぐらいだよね。まああとは、あそうだ、今回あれだ、七味だ。あ、七味よかったな。うん、七味ポイントっすね。七味がポイントですよ。うまい、バリうまい。いや、これもやしチャーハンちょっとやばいっすね。まあ、ワイフチャーハンですね。いやー、うまいな。やっぱ今までのチャーハンにね、このね、このシャキシャキ感の食感がなかったんで、これ新しいな。チャーハンに革命を起こしましたね、YF さん。このシャキシャキ感が、パラパラとシャキシャキ、これ新しいっすよ、多分。パラパラシャキシャキチャーハン、これやばないですか。パラパラシャキシャキチャーハン、あ、ちょっとすいません、 SEO 的にパラパラシャキシャキチャーハンしてみていいですか。パラパラシャキシャキチャーハンでちょっといいですか。ちょっと YF でっかい、いや、パラパラシャキシャキすごいな。うん、あ、これは定番ですね。ということで、これ 4K なんで YF してますか。終わります。